の黒鯛ということで、残りの黒鯛ですね、出れば大きいので、はい、ちょうどいいチャンスかなと思います、はい、狙うには、でまあよく使われるのがあの団子釣りで釣り、やるっていうのが、はい、まあ、黒鯛の釣るには一番早道なんですけども、はい、そういう意味でおすすめがこの側線爆寄せ団子っていうのがあの一番、まあ、おすすめです、っていうのもこれはあの就業効果とか活性を上げるにはこれがいろんな就業効果に入っているものが入ってまして、しかもあの水を海水入れるだけでもうできると、もう海水だけでいいってことですね、はい、海水入れて混ぜれば、はい、あのもうできるので、はい、あの大きい網とかつけ餌を常に包んでポンと入れていただければいいって感じですね。なるほど、で通常のやつと違うのはイカゴロとかが入っているので、はい、まあ、匂いもきついんですけどもその分あの活性が上がるということで、これはなんか一番おすすめですね。なるほど、はい、で、まあ、昔からやってる方はチヌパワーとおから団子などを混ぜて、はい、あのオリジナルでやる方もいらっしゃいますけども、まあ、初めてとか、簡単にやるんでしたらやっぱりこれバケオス団子がおすすめです。なるほど、はい、これだけで済むってことですね、はい、で、まあ、あのちょっと形からまず入りたいなっていう方でしたら、はい、あのこのビッグランゴというこれは、はい、あのお手頃価格になってますので、はい、あのこれで、最初はやっていただくとだんだん慣れてきてからいろんなものを混ぜるといいかなと思います、ね、なるほど、はい、で、あの黒鯛でまたあの深瀬釣りで、深瀬釣りの方ですね、あの狙う方もいるんですけども、で深瀬釣りで、あのおすすめはこのチヌパワー麦、チヌパワーの麦ですね、はい、これがまあ一番よく出てるんですが、これもですねやっぱりあのこれに大きい網を混ぜるだけで、まあ、あとは海水入れますけども、これも一袋で、まあ、あの半日分ぐらい、あの使っていただけるんで、これでしたらしっかりとあの釣りができるかなと思いますね。で、まあ、いろんな あるんですけども、あとはあのお手頃な感じで、使っていただくのはこれですね。パッケージがないないんですけども、お値段が非常にお手頃なんで、まあ、これに置き網を入れてやってもいいかなと思います。はい、でも深瀬釣りで、まあ、あとはあのいろんなあの就業効果のあるサナギとか、はい、あとはイワシミンチ、イワシパウダーですね、そういうのを入れてみてもいいと思います。なるほど、そういうイワシパウダーですね、イワシミンチパウダー、はい、こちらもあるんですね。こういうのも活性が非常に上がりますので、はい、でこれ入れることでこれからまあ秋とかでしたらあの青物なんかも寄ってきますので、深瀬釣りしながら稲田なんかも釣れるかなっていうんですね、これは。あとペレットとか、あとは四角甲側の麦コーン、麦コーン何種類かありますけども、はい、こういうのも使っていただいて。釣りですとやっぱり、はい、あの深瀬釣りがメインになるんですけども、はい、あのこの一番就業効果があって活性が上がるのはこの活性ナンバーワンのイワシパワーグレ円筒というのが、はい、これが一番超過に結びつく、愛好餌ですね。でこれにオキアミ混ぜて、巻くということです。で今まああのノリグレなんかで超過上げてる方もいらっしゃるので、はいはいはい、あのノリグレでしたらあノリ、名人直す時の海苔餌を使うときはこういう配合餌を使います。なるほど、海苔が入ってですね、海苔が入ってですね、あと海苔だけの単品ものを混ぜていただいてもいいですね、はい、他の配合餌でするときにちょっと海苔でやっぱり やってみたいなっていうときに、この海苔のこれを混ぜて、で海苔餌、あ、海苔名人に変更するっていうこともいいと思います。なるほど、はい、で今そういったあの置き網を混ぜるんですけど、まあ、冷凍の置き網をすぐ混ぜるのもなんかカチカチで混ぜにくいので、そういう時はもうこういったもうクラッシュしたものがありますので、はい、こういうものをお使いになってすぐもう海、はい、あのバッカに開けて配合餌と混ぜて、はい、もうすぐ釣りができるので、それで付け餌を、まあ、あの使ってやると一番手っ取り早く簡単にできると思いますね。まあ、第一章小袋もありますけども、